池袋のプリウス暴走事故っていうのがありました。上級国民という言葉が使われたのがね、皆さんの記憶にも新しいと思いますけども、なんとですね、被告人の方がですね、ブレーキを踏んだけども減速しなかった経年劣化による自動車の、トラブルじゃないかってことで無罪をやっぱりね主張してきてるんですよ。この際裁判長は確かにそういうこともあり得るなと少しでも思ったらこれ無罪になるわけなんですよね。なかなかなんと言いますか心が痛まないんですかね、そこまでして無罪を取りに行くってこと。もちろん権利を主張するのは当然のことなんですけども、ただこれ9名の方怪我して2名の方亡くなってますからね。それを考えたら無罪を主張する気力がやっぱ衰えるような気もするんですけども、でもこれ本当にね、これが無罪を勝ち取ったら、この交通事故による死亡事故っていうのはこれからどんどん無罪が判例として使われますから出てくるんですよね。だから今まで考えられなかったような、事態に陥ってます。今回の刑事事件っていうのは、検察の方がですね 100% に近い立証責任があるんですよ。で被告の方は少しでも裁判長に、それもあり得るかなと、そういうトラブルってあるよねっていうふうに思わせればそれで勝ちらしいんですよ。なんかちょっとモヤモヤしたものがあるなっていうところでね、通常はこんなのはね、加害者の方が罪を認めて一日も早くご冥福をお祈りしますみたいな形でご遺族の方にねお詫びをしていくものなんですけども、ここまで無罪を主張するとこの上級国民本人はともかくね、ご家族の方にどのぐらいの非難が及ぶのかってことを考えてしまうんですね。やっぱりそのもちろん本人と家族には関係がないといえば関係ないんですけども、人の感情としてね抑えられない気持ちがあるのはあるんだろうなと思います。でもね、このご遺族の方の気持ちを察するに、周りでね騒ぎ立てるものでもないのかなというふうな気もしますし、ただ世論というものが存在することによって、裁判長がね、そうは言っても国民感情からしてこれは無罪は絶対にできないよというふうになってくる可能性もありますし、なんとも言えないところですね。私の素直な気持ちとしてはこれはね、勝手な事情で、被害者の方が亡くなったりとか怪我をさせてますんでね、無罪でのうのうと生きていくことはできないのかなと思います。それに自動車にトラブルがあったということですけども、1ヶ月前の点検では異常がなかったということでもありますし、そしてドライバーには運行前点検の義務がありますんで、少なくともその点検の義務違反っていうことにはなるんじゃないかなと思うんですよ。そしてですね、我々自分たちの暮らしに置き換えたときに、車乗るときにね、いちいち点検しないですよね。私はアメ車の中でも結構古い車、83年式のトランザも乗ってますんで、こちらの方は運行前に、本当に細かく点検をするんですけども、それでも私のような点検のレベルではね、本当にどこがどうなってるのかわからない部分もあるのかなと思いながら、今日もハンドルを握るのかなというところですね。でもね、自分に責任がないとしても、減少結果として自分のことでお亡くなりになっている人がいると思ったら、なかなかね、無罪を主張する気にはなれないかなっていうのが、私の気持ちですね。だからといってこの上級国民様にね同じ気持ちになれってことではないですし、上級国民なら上級国民らしく、どういう方向でか分かりませんけども、潔さっていうのがあってもいいのかなと思っちゃうんですけども、こういう方を保護する方もたくさんいるんだなと思うと、名もない国民の悲しさかな、こんなこともあるのかなと、これからもね、その裁判には注目していきたいと思うところですね。以上です。